ありがとうございます。何社かありました。はい、冒頭大臣からいただきました。はい、はい、今日は冒頭4件あります。まず一つは官民共同による海外留学支援飛び立て留学ジャパンについて昨日のオバマ大統領と安倍総理との共同記者会見でも留学生交流について触れられておりましたが、安倍政権の柱である日本最高戦略教育振興基本計画の中核の施策として今まで様々な活動を行ってまいりましたが、この度その取り組みの具体的な支援策である飛び立て留学ジャパン日本代表プログラムの学生との募集を実施いたしましたので、その報告をしたいと思います。本プログラムについては3月10日から募集を開始し、4月21日に締め切ったところでありますが、応募状況300名の支援予定人数に対して221校の学校から1700名、倍率が6倍でありますが、非常に多くの応募がありました。今後書面や面接による選考を実施し、6月末に支援する学生を決定する予定であります。私としては今まで取り組んできた留学機運を高める取り組みでもあり、留学を志す学生が増えてきていることを実感をいたしました。本授業をきっかけとして世界を目指して学生たちが増えていくような大きなうねりをこれから作り出していきたいと考えております。また本授業の実施にあたっては現時点で53の企業団体等からご支援をいただくこととなっており、66億円のご支援を見込んでおります。この場をお借りして本事業に賛同する、この企業ですね、この企業、ここに書かれている企業団体になりますが、ご支援をいただいている企業等に深く感謝を申し上げたいと思います。なお企業等からのご支援は本日をもって終了ということではなく、引き続き募集をしていくものであります。今後とも個人からのご支援も含めましてお願いを積極的にしていきたいと考えております。本事業は留学に対する経済的支援とともに、企業等と一緒に留学の事前事後の研修やインターンシップを実施するものであり、就職への影響や経済的負担、保護者等の理解の不足の解消を図り、実社会で求められる資質能力を育成備え、我が国の成長に欠かせないグローバル人材を育成をしていくと、いうことで、特に今回企業からファンドをいただくということは、それだけ学生にとっては留学は逆にステップアップ、本人の資質能力をですね、そういう前向きな発想を持ってもらうような取り組みを政府全体としてもしていきたいと思います。そのために関係府省庁によるこの若者の海外留学促進実行計画を策定することとなりました。これは政府として関係府省庁が一丸となって取り組むことが必要であるという考え方であります。このため文部科学省のイニシアチブのもと、関係府省庁で集まり、政府として具体的に取り組むべき内容を整理し、この度おととい4月23日でありますが、若者の海外留学促進実行計画を策定いたしました。これを踏まえ関係府省庁間で日本人の海外留学を倍増するという目標を共有するとともに、本実行計画を踏まえ目標達成に向けて関係府省庁の施策を有機的に連動させ、一体的戦略的施策の取り組みを実施してまいりたいと思います。今後飛び立て留学ジャパン日本代表プログラムの活動を盛り上げていくためにも、こうした政府一丸となった体制を整え、産業界、大学等への働きかけをさらに
強化をしていきたいと考えております。それから次がゴールデンウィーク中の私の海外出張についてであります。4月の27日から30日までの予定で米国ワシントンに出張いたします。また5月の2日から6日までの予定でインドネシア、シンガポール、マレーシア、ASEAN 諸国に出張いたします。昨日オバマ大統領と安倍総理が会談した際、2020年までに日米双方向の留学生交流を2倍にするという目標を共有いたしました。これを受け、まず前半の米国出張においてはアメリカ連邦政府教育省長官および国務省等の連邦政府の要人と留学生交流ジェットプログラムの促進等について協力要請や意見交換を行う予定であります。これに先立って私と、ケネディ大使で、この問題についても意見交換をし、さらに、日本とアメリカにおけるこのような教育分野、留学分野において強化すると、いうことを受けて今回ワシントンに行くということでもあります。また昨日日本科学未来館訪問時にオバマ大統領も言及されておりましたが、今般米国との科学技術協力協定が10年間延長されたことを踏まえまして、今後の協力の進展にとって意義深いということもあり、今回さらに私も米国出張をすることによって科学技術担当の大統領補佐官とアメリカの連邦政府要人とまた若手研究者の交流促進、宇宙分野の協力等、今後の科学技術協力の進展について今年1月にもお会いした方々ばかりでありますが、さらにこの宇宙開発や科学技術について深めた意見交換をしてくる予定であります。後半の東南アジア3カ国の出張については本年9月にラオスで第2回 ASEAN プラス3教育大臣会合が開催されることを踏まえ、また先の ASEAN プラス3文化大臣会合がベトナムでありましたが、その流れの中でこれから文化的な部分、あるいは留学生、また大学間の交流促進等、教育分野や文化、あるいはスポーツまで含めて、幅広く連携強化をするということを踏まえ、インドネシア、マレーシア、それからシンガポールの教育関係大臣等と会談を行う予定であります。これにより、これらの国々との協力強化を図るとともに、日本のイニシアチブを発揮できるよう意見交換をしてまいりたいと思います。最後に、本日学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。本法案は大学運営における学長のリーダーシップの確立等のガバナンス改革を促進するとともに副学長、教授会等の職や組織の規定を見直すとともに、国立大学法人の学長選考の透明化等を図るための措置を講じるものであります。具体的には、学校教育法においては、副学長の職務内容を見直し、公務を分担できるとするということとともに、教授会の審議事項を明確化するとともに、学長の決定権との関係を明確化さらにするというものであります。また国立大学法人法については、学長選考の基準を定め、その基準と選考結果を公表すること、また経営に関する審議を行う経営協議会の学外員の割合を増やすこと、さらに教育研究に関する審議を行う教育研究評議会に副学長を加えることを規定するものであります。今後国会においてご審議をいただき、これらの法案の速やかな成立に向けて努力をしていきたいと思います。私の方からは以上です。では幹事から質問いたします。
八重山の教科書の関係なんですけれども、沖縄県の教育長がですね、採択地区について、町の意向を尊重したいということで、独立して単独しての採択地区も容認するような姿勢を示しました。それについてのご所感をいただきたいのとですね、合わせて教育長がですね、意向確認訴訟はちょっと加盟してくれというような意向を伝えたということなんですけれども、それについての受け止めと答えについて教えていただけますか。はい、この採択地区の設定については4月の22日に沖縄県の教育庁に文部科学省に、来てもらい、一つは本班の法改正によっても共同採択制度の趣旨を変更するものではなく、引き続き地域の自然的経済的文化的諸条件及び、教科書の調査研究体制の有無等を考慮して採択地区を設定すべきであること、文部科学省としては八重山地区は一つの採択地区として設定すべきと考える等の考え方を伝え、教育省からは教育委員会に持ち帰って検討するとの回答が あったところであります。で、文科省としては沖縄県教育委員会において、法律の趣旨にのっとって採択地区の設定を判断をいただきたいと考えております。で、竹富町については4月の17日に教育庁に文部科学省に来てもらって是正の要求に従うべきこと、その際立候補者版を採択した上で東京書籍版を副教材として活用することも検討したらどうかなどの指導を行い、教育庁からは教育委員会に持ち帰って検討するとの回答があったところでもあります。竹富町に対してさらに違法確認訴訟を行うか否かについては文部科学省からの指導を受けた竹富町の今後の取り組み状況を見た上で判断をしていきたいと思いますし、また沖縄県教委についても、文部科学省に呼んだ経緯がありますから、当然その結果については報告があると思いますが、それを踏まえて文部科学省として、適切な判断をしていきたいと思います。各社お願いします。すみません、すみません、共同通信の末と申しますけれども、理研のスタッフ細胞の問題なんですが、調査委員会の石井委員長が辞任するという一部報道がございましたが、文部科学省として事実関係を把握していらっしゃるかということと、もしそうであれば今後の各種スケジュールなどへの、影響の懸念などありましたらお聞かせください。報道では承知をしましたが、事実確認はまだしておりません。事実確認をしてから適切な判断をしていきたいと思います。すみません、あと1問でお願いします。先ほども八重山の教科書の問題の関連なんですが、教育庁はさらに、竹富町分離というか単独でした上で調査研究に対しては八重山地区で共同で行いたいというのを提案したいとおっしゃったんですが、この考え方について、文科省は今までその調査研究について一丁でやるのは厳しいではないかという見方も示してきていたんですが、それについての大臣の受け止めは。いずれにしても文科省に来てもらってですね、でその場で教育長が文科省の前川局長にそのような話をされたというのは聞いておりません。ですから県教委としてもですね、どうしたいかということについては文科省に、説明を取っていると思いますので、直接文科省が県教委の意向を聞いてですね、判断をしてきたいと思います。会見で教育長は文科省の方に共同研究について、八重山地区での共同研究について提案したような話をされてたんですけど、大臣のところには報告がいやいや、ですからトータル的には教育委員会に持ち帰って検討して、決めたいということですから、今後これは教育長が一人で決める話ではありませんから、沖縄県の教育委員会で協議をしてですね、それが5月の21日頃とか聞いてますが、その結果を踏まえて報告なり説明があるのではないかというふうに考えます。先生、一問でよろしいですか。はい、した話ですが、はい、先ほどスタッフサイトの関係で、石井委員長、が過去の論文でですね、画像の切り張りの指摘について、そういうことはしたけれども、実際のデータもあるし、論文の説明のためにそうしたということで、そういうわけではないというようなことを発言なさってます。
その小保方さんの主張とそれぴったり同じような印象もあるということで、そういう中でそういう委員長が不正っていうふうに認定した調査報告書ってどうなのっていう声もあるようなんですが、それ自体が事実だとすれば受け止めっていうのはいかがでしょうか。まあ、事実かどうか確認してないので、ちょっと拙速なコメントはすべきまだ段階でないと思います。利権等から報告が事実確認をですね、して報告を受けて、それから適切な判断をすべきだと思います。すいません、終了でお願いします。委員会が始まっちゃうので。